はい、こんにちは、りょうです。では今回もエースコンバット7の実況の方やっていきたいと思います。で前回はアーセナルバード1機撃墜するといった大仕事を成し遂げたところで終わってますね。今回はどんな進展があるのか早速やっていきたいと思います。私は首都の下町で生まれたから、祖国と言って思い出されるのは私にとっては町の風景。でも人々はいろんな環境で暮らしているから、私は国民たちが住むあらゆる地方を訪れるの。エルジア王国にはたくさんの地方があって、それぞれにちょっとずつ異なる。はい、ミッション13、爆撃指示ですね。アーセナルバードを1機撃墜したことにより、エルジア軍の防空圏を大幅に縮小することができた。はい、私のおかげですね、これは。防空優勢を確保できた地域には、ロシア軍が侵攻し、ユージア大陸の半分以上を解放したとのこと。うん、なるほど。だが、追い詰められつつあるエルジアは、シエラプラタ近郊の弾道ミサイル基地を稼働させようとして、なんか防国の話みたいな感じ。現場では72時間前より、人、物資の動きが活発化し、すでに発射準備は最終段階に入ったという判断が下った。それは大変。ミサイルサイロは地下深くにあり、破壊するには戦略爆撃機大型貫通爆弾による精密攻撃が必要だ。しかし現在当該空域は分厚い雲に覆われており、爆撃機だけでは目標への精密攻撃が難しい。本来ならば天候の回復を待つ。今回も天候がなんか悪いステージっぽいですね。事態は一刻を争う。そこで我が部隊が爆撃機の目となり、ミサイルサイロを探し出す。君たちは特殊兵装の代わりに照準ポッドを機体に搭載。照準ポッド。当該空域を低高度で飛行し、稼働しているサイロを目視で見分け、それを照準ポッドで捉える。低層発射スイッチを押せば、照準ポッドが計測した位置情報をもとに爆撃機が爆弾を投下する。ああ、なるほど。その上で着弾までの間、サポート役みたいな感じですね。サイロを捉え続けなければ命中しない。飛行しながら爆弾の終末誘導を正確に行うには非常に高い。なるほど。ターゲットまで周回して常に捉えてないといけないということですね。作戦区域には敵の対空火器や航空機の配備が想定されるから、地上の敵もあると。なるほど。また先の戦闘により機材と人員に損害が出ている。本作戦にサイクロプス隊の参加はできない。トリガー、君のストライダー隊だけで作戦に当たってくれ。はい、じゃあやっていきましょう。今回はちょっと地上の敵もあるみたいなんですが、使用機体どうしましょう。とりあえず一通り全部機体は使っていきたいので、あえてミグ21使っていきましょうかね。かなり旧式の機体なんですけども、多分終盤になると厳しくなるんで、まあ、この辺でも使っておきましょう。ちょっと不安が残りますね、この機体だと。さあ、じゃあやっていきましょう。まあ、偽のサイロ。あ、この中でじゃあ偽物が結構あるってことですね。雰囲気、はは。はい、切り替え。なるほど。目の前のが、ミサイルサイロ、あれですね。はい。その後も着弾までサイロを照準の中央に捉え続ける必要がある。うん。つまり攻撃を受けても何があっても狙い続けろと、そういうことですね。で、これはまだか。このままいつまでやってればいいのかな。ロックオン、あ、これでいけるんですね。これでロックオンして、あ、着弾の地点が、あ、ちょっと外しますけど、あ、なるほど。だいたい容量は分かります。
じゃあちょっともう一回、意外と機敏に動きますね、この機体。こんなくるくる回るとは。もう旋回も早いですね。気持ちいい、この機体は。もっと呪いかと思ってたんですが。で、ちょっと山の向こうなんで、見えない。これで、いけるか。いけた。OK ですね、今回。はい。じゃあ次。なるほど、こういう感じですね。いいですね、この機体。で、今回も山の向こうですね。ちょっとじゃあ高度を上げつつ降り立ってください。ちょっと速度が速いか。OK、 1回でいけましたね。ミサイルです。戦闘機か。ちょっとやっぱ邪魔者がいますね。次は、どっち行く？右行きましょう。やばいやばい。こいつですね。おっと、気流が悪い。狙うのが難しいですね。外しました。ちょっと。あと BGM がかっこいいですね。エスコンの BGM って壮大な曲か、かっこいい BGM が多いですよね。ミッション、このミッションぴったりですね。今度はいけるか。邪魔。これだ。オッケー、いけました。さあ、次行きましょう。次はじゃあ、この下の。この正面ですね。で、戦闘機、後ろから来てますね。ちょっと逃げてもいいんですけど。フレアで。何自分のフレアか、びっくりした。ちょっと排除したいところなんですけど、時間もあるんで、こいつから。山の影ですね。高度上げましょう。で、狙ってどこだ。ちょっと過ぎちゃいましたね。ちょっと邪魔ですね。排除しちゃいましょう。敵を、台風、強敵が落とせるか。はい、なんとかいけましたかな。次、台風ばっかですね。だんだん敵の機体も強いのはばっかになってきましたね。ちょっと青遊びもこの辺にして、地上を破壊していかないと時間が。変遷どこだ。いけたか。いけましたね。ちょっとしつこい。ちょっと倒しましょう。ドイツだ、こいつか。 OK。ターゲット、ちょっと速度出していけば多分ついてこれないと思うんですけどね。とは言ってもこんだけ数が多いんで、囲まれちゃったらちょっとやばいんですけど。で、山の影ですね。ロックオンしていけるか。速度速いか。ちょっと速いですね、自分の速度が。もう一回、時間がない。あと4分。ミサイルアラートが。今度こそ。OK、いけましたね。横の、すぐ横に。ちょっと後ろから3来てますね。
やばい、これは当たりか。一旦逃げて、正面からも来てますね。さあこれでいけるか。うまく狙って OK。 あ、ダメだ、外しました。てか直接自分で破壊した方がいいんじゃないかと思ったんですけど、まあそこはしょうがないですね。さあ今度こそこれでいけるか。後ろから来てるけど OK、 いけましたね。うん、全部破壊。うん、やっぱりなんかあるか。ダム、あ、弾道ミサイル発射。お、あれか。誰を落とせと。目の前から戦闘機も来ている。ミグ21。おう。それならば。いけるか。オッケー、一気撃墜。で、とりあえずミサイル優先で。もうこの際攻撃は受けてもしょうがない。ミサイル優先で行きましょう。何発で当てればいいんだ。撃て撃て、どんどん撃ちまくって。オッケー、おっと巻き込まれるか。何？もう一発。どこだ？ SU じゃない。ミサイル。地図。あ、あんなところから。この正面ですね。下、だいぶ下。よし、じゃあ上から迎え撃ちましょう。後ろからも来てますけど、これはフレアで逃げれるか。早いぞ。見えない見えない、炎で見えない。ん、ちょっと追いついちゃう。あんまり近づくと巻き込まれるとかそういうことはないんですかね。ちょっと程よく離れて OK。でターゲットにもう一発。今度反対ですね。どこだ SU。 もうミサイル早いですね。早いのは来てる。それよりミサイル、ミサイル優先で。振り切れるかな。切ってますね。やばいか。うん、なんとかかわせました。で、ターゲット、あ、見えましたね。ちょっと機体もダメージが結構受けてしまってるんで、あんまり攻撃できるとやばいかもしれないですね。で、周りに敵機なし、OK。さあ、この爆発に巻き込まれなきゃいいんですけど、2発当てて、当たんない。もう1発。ラスト、これでいけるか。でもうちょっと避難しておきましょう。 OK、 これで無事破壊ですね。うん、はい、これで無事ミッション終了ですね。敵の弾道ミサイル攻撃を阻止することに成功した。ストライダー隊の諸君、中隊長不在の中よくやった。ロングレンジ作戦の最終目標である首都制圧に向けて、その準備は最終段階に来ている。お、終盤。うん、はい、じゃあこのまま次のミッションもやっていきましょう。
ミッション14、ケープレイニー教習ですね。アーセナルバードと弾道ミサイル基地を立て続けに失ったことで、エルジアは反撃の手を失いつつある。我々オーシア軍はこの機会を逃さず、エルジア首都ファーバンティを落とすべく攻勢を強める。長距離戦略打撃軍も最終段階を迎える。最終段階、なるほど。我々はエルジア北部レイニー岬にあるエルジア空軍の基地へと進行し、これを奪取する。この基地を来たるべきファーバンティ制圧作戦の前線基地とする計画だ。各隊は夜の闇に紛れながら基地南部の峡谷から、今回夜間飛行ですかね。峡谷内を飛行した後に基地を強襲。峡谷の中を通っていけと。なかなか無茶なことを言いますね。敵の監視網が張り巡らされているため制限高度を設定する。なるほど、高度も上げれない。敵監視網に発見されてしまうと作戦は失敗となる、注意しろ。また基地到達後は速やかに敵の防空戦力を排除し、後続部隊の突入準備を整える。数分後には海兵隊員を満載したヘリ部隊が基地へと到着する手はずだ。基地ダッシュが本作戦の目標である。はい、峡谷を抜けただけで気を抜くな。了解です。ちょっと峡谷の中を飛んでいくんで、ちょっと機動力の高い飛行機がいいですね。今回は何を使ったものか。そうですね、今回はじゃあこのスズメバチちゃん使っていきましょう。ホーネット、まあ、ただのホーネットじゃなくてスーパーホーネットですね、こちらは。でちょっと武装が買ってないんで、まあこれでいきましょう。はい、スタート。よし、ストライダー隊、機体の準備が整った。多機信号強化する。おお、かっこいいですね。フォーメーションランプがちゃんと光るんですね。おお、しかもアフターバーナーの炎が夜間だとまた違った風に見えますね。さあ、夜間の空中給油はちょっと慎重に行きましょう。暗いんで。これで、はい、なんとかできましたね。急のブームが、ああちょっと入ってますね。なるほど。おお、かっこいいですね、これ。星空に中給油って。ストライダー1、ウェイポイント1を通過。敵基地到着までの兵装の使用は禁止する。ああ、夜間の敵、かっこいいですね。こんな風に光るんですね。おお。で、峡谷、ああ、この中を飛んだけど、そういうことですね。はい。上出来だ。そのまま行こう。じゃあもうガンガンに飛ばしていきましょう。多分大丈夫でしょう。で、ああ、なんか光が見えるんですけど、ああ、これに当たるなと。はいはい。了解です。で、ああ、ここも結構ありますね。なんで避けつつ、とはいえちょっと慎重に岩があるんで。もうここもありますね。先が見えないですね。まあ、これちょっと狭いとこ見つけると、ちょっと速度出しながらスリルを味わって飛びたくなるんですよね。もうだんだん狭くなってきましたね。ここは狭いですね。いつになったら最終作戦をやるんだ。いい加減俺は散っちまったぜ。俺が最後の壁だから。おっと、どっちだ、こっちか。最終作戦の共闘法とする。みんな生き残れよ。おお、ここもすごいですね。この中を全部かいくぐって抜けると。はい。いなくても中隊長みたいなことを言う奴が何人も嫌がる。ストライダー隊のいいところは。どっちだ。隊長が目視なところだ。速度に気をつけろ。お、岩がすごいですね。もう生きた心地がしない。この中を抜けて
うわすごいですね。ただこんなとこアフターバーナー全開で飛んだら逆に音でバレそうな気がするんですけどね。残りわずか。ん？抜けたか？はい。で、攻撃開始。でもどんどん破壊していくってことですね。で、ターゲットは見えないんですけど、 B52 爆撃機が、まあとりあえず手当たり次第破壊しろってことかな。まあそりゃさぞかし驚いてることでしょうよ。うん、今のところ敵と言われる敵が出てきてないんですが、まあそれは奇襲ですからね。ああ、やっと撃ってきましたね。はいはい、早い方が。ん、なんか飛行の、なんだこれは、輸送機か。地上部隊が基地を制圧するときに敵が大勢残っているようでは作戦は失敗するぞ。味方を支援してくれ。はいはい、了解です。ん、ターゲットが出たかな。相変わらず冗談が下手だな。ん、まだ出てない。 B52、 はい、すごいですね、基準も。んで、仲間がもう到達してますね。でこれ守っていけと、はい。眩しい。うん。どこだ？はいはい。結構数多いですね。あ、ちょっと空打ちしちゃいました。おお、そうなんだ、光線が眩しいですね。お、ハリアが。うん、とりあえずもうどんどん破壊していくしかないですね。あそこにも1個ある。ヘリコプターですね、はい。おっと、危ない、落ちる。とりあえずもう全部破壊していく感じでいいのかな。ロックオン、あー、戦闘機もいるのかな。こいつ、こいつ、おっと、どっから来たか。もう一発ですね、はい。先戦闘機を配備した方がいいかな。あ、嘘、マジか。まさかの、落とされてしまいましたね。ちょっともう一回やりましょう。早めに破壊しとかないといけないですね。うん、なるほど、そういうことですね。ちょっと時間との勝負ですね。 B52 はもう、はい、これで手当たり次第。で破壊できるから OK。 こいつも破壊してみましょう。じゃあ中層で、はい、地上部隊が基地を制圧するときに敵が大勢残っているようでは作戦は失敗するぞ。味
味方を支援してくれ。ちょっと向こうも本気になってきましたね。ちょっとサーチライトが眩しいんですよね、これ。んで、まだこんなにいっぱい。この辺は奇獣でした。ミサイルが速いですね、なんか動きが。おーっと、こいつか。うん、さっきよりは全然いい感じですね、まだ。あら、ちょっと倒してない。よし、すべてのサブが片付いた。スライダーワンが敵を倒したので待ってみます。ちょっと動いてる時は。OK。大体が片付いてきましたね。お、ちょっと空中で炸裂しちゃいましたね。ストライダー隊、時間をかけては奇襲の意味が失われる。まだミサイルはたくさんあるんで、この戦車ですね。はい、次。で、あとは戦闘機。2分29ですね。真正面。すぐに回避。あ、ちょっと外れましたね。じゃあ背後から行きましょう。敵航空部隊を確認した。おそらく向こうが呼んだ援軍だろう。当たって、当たるか、当たんない。よし、あとは戦闘機か。まあこっちもホーネットなんで今回は大丈夫でしょう。ちょっと速度が速いか。結構減速するんですよね、こいつら。これで大丈夫でしょう。おい、おっと、残り3。おお、破壊してくれました。はい、 OK、 あと1機。最後は俺がやりたい。これで終わりか。 OK。 野戦っていうのもいいですね。悪くない。またちょっと月明かりに照らされて一瞬羽がキラッと光る、この感じがいいですよね。かっこいい。あ、なんかまたいっぱい出てる。終わりかと思ったらヘリコプターですね。じゃあこのハエドムを落としていきます。ああ、ちょっと数が多い。3本線だよりかよ。こっちの方にも。これは地上ですね。あ、ちょっと空撃ちしちゃった。また生きる。この辺は機銃で当たらない。まああとは時間の問題ですね。でもさい。リロードが間に合うか。あと1個。
これで終わりか。ああ、ちょっと空中で削減されましたね。もう一発。今度教えてるか。ああ、こっちも、ね、はい。うん、今のところ敵なし。あ、ミサイルはよく考えたらあとないですね。もうこれ以上来られても困るんですけど。何？まだか。どこだ、どこでドンパチしてる。うん、地上の方で頑張ってますね。ただこちらからは確認ができない。どうだ、制圧か。はい、はい、無事終了ですね。もうこの夜間なんですけど、アフターバーナーがかっこいいですね。はい、無事完了ですね。最後の着陸。さあ、初の夜間着陸ですね。しかも視界が。で、この辺からもう減速しましょう。機種を下げてくれ。高度が高い。はい。ああ、スムーズですね、今回は。はい、無事着陸です。夜間の奇襲作戦であったが、見事な働きだった。はい。オーシア本土より潜水艦が到着し、補給も開始された。この基地を前線基地とし、ファーバンティ制圧作戦を開始する。うん、ロングレンジ作戦の総仕上げだ。はい、今回は一回ちょっと落とされてしまったんですけど、なんとかミッションクリアですね。じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。